始まってます。でもまだちょっとまだ増えるまで待ちましょうか。ざっくばらんに話しててください。うまいわ。なんかこうちょっとずつこう切り分けながら。え、今はこうこうでしょ。いや、俺はまずこうプラスに切って、で、こうピザピザピザカット。全然ダメだ。あ、いいですいいです。あ、ちょっと。あ、おいしい。おいしい。お、超えてるんちゃう。うわ、うわ、うわ。全然です。タイに寝てる？うん。あ、そうや、はい。まだ後で全然絶妙な火加減。うん。はい、行ってよ。待ってる？ V やで、V やで、待ってる？何見てる？今130。え？あ、始まってるんすか？ごめんなさい、普通に食べてる。はい。ごめんね。ということで、TSS の、公式のインスタグラムを見られてる、皆さん、こんばんは。僕の地元です。はい、そうなんです。西川君もいますし、はい、徳田君もいます。どうですか徳田君、大阪帰ってきました。大阪、この辺はもう、うん、僕の庭です。どっちだ、この辺はどっちだ。僕はね、小坂さんというですね、西川君の行きつあ、それ言えないということで。すごい、生でしょこれ。生やで、あ、西川君の行きつけのお店ということでございます。はい。で、ということでですね、1月2日に、放送するスポラマ新春特番の出演者はこちらの西川選手と床田投手です。ここで発表するって言ってたんですよね。ね、はい、ということで加えてですね、今日はちょっとまだいないんですけども、曽根選手も出演していただけるということで、放送は1月2日ですよね。はい、ということで、楽しくロケしております。めちゃめちゃ美味しいね。これが、西川君のもう懐かしの味というか、ね、思い出の味でございます。はい、これが豚玉。いや、これが小坂焼きで、それが小坂焼きです。あ、ご主人です。ご主人ですよ。何見てます今230。あ、まあまあね、急に始まったからね、これね。さあ、で、ここからですね、見てくれてる皆さんの質問に、生で答えていただこうということで、生ですからね、これね。はい。じゃあ、担当ディレクターが質問を選ぶということで、まあ、それまで食べましょうよ。質問来る？確かに。変なことやんでください。さあ、選ばない、それも選ばない。このね、焼きそばもうまいのよ。焼きそばもうまい。ねえ。ずーっと食べる、このもちもちの感じ。わかるこれ、食レポ。箸上げっていう。箸上げっていう。いただきます。いいね、大阪。大阪に来てます。大阪に来てますよ。はい、それなんかコメントが出るんですか、これ。では、質問来ました。あ、今来た、もう来た。お互いの好きなところをお願いします。どこの、はい、で、どこだ、通した西川選手。はい、僕からですか。あ、じゃあ、どこだ、僕が行きましょう。あ、待ってください。生アホ同士、話が合う。アホ同士と言われてますけど、どうですか、と。僕そんなアホじゃないですけど。自覚してる時点でアホなんですよ。あ、だいぶだ、なるほど。だから、もう合うと。まあ、一緒の関西人。あ、そうですよね。喋りやすい。なるほど。喋りやすいっていうのは一番いいよね。じゃあ、どこだか見からぞ。え、西川君のいいところ。いつでも、ポジティブというか、すごい明るいところですかね。へこむことあります？ないですかね。例えば、凡退してももうすぐ切り替えて、はい、次の結果出せばいいっていうような感覚を僕見てて思うんで、
ちゃんと、お前見てる、めっちゃ見てるからな。ちゃんと凡退とか、僕が出してもらってる時とか、打てよとか、声かけてくれるんですよ。鉄板とかいいな。ん？鉄板でいいな。何？あ、鉄板焼きってこと？いや、違うです。鉄板。あ、鉄板、鉄板のとこで、全然鉄板のとこでいいですよ。ああいうのとアミューズメントパークはどうですか？あ、好きです。はい、ああ、はい、結構じゃあ、ジェットコースターも好きなんですか？好きですね。へー、結構じゃあ、いや、あんまり辛いってことですけど、一回行ったことはありますか？どうですか、西川さん、じゃあ鉄板でも何でもいいです。あ、これ、ここもちろんそうですけど、海遊館、海遊館、マーケットプレス、マーケットプレス、聖地、聖地、聖地なんです。何の聖地ですか？え、何の聖地なんですか？僕の本拠地です。海遊館と、そう、え、近いんでしたっけ？近いです。海遊館休憩所もあるし、うん、ご飯を食べるし。ごめんなさい、海遊館俺分かるんです。やっぱりそんなね、財布、安い財布じゃないじゃん。その一部を負担させてください。俺でもね、一個考えてるのがあるんですよ。ありますか？それはもう本当みんなで出し合います。エルメス、エルメス、うちの嫁にも買ったことない。30日いつやったっけ？3月やんな。あ、でも近いですよ。まず12月、1月、3月です。でも僕が買いますじゃん。あ、ありがとうございます。それ早いな。いや、すごいな。あ、そうですね。バランス的だ。いや、もうでもさ、気持ちですもんね。うん、なんかその欲しいネックレスみたいなのあるんですか？なんかいろんなね、まあ、ね、選手結構つけてますもんね。クロムハーツ。じゃあクロムハーツ行こう。いやちょっと待って、そまあ三じゃあどこに似合うやつ買っときます。あ、そこがおしゃれだから、クロムハーツ。ビクビクする、こっち。クロムハーツ手触れろ。いや、そんなことないでしょ。顔出さないことな。いやいや、
ついて。あと2つ。好きな関西弁は何ですか。これは、カメラ目線でお願いします。なんでやねん。俺も言おうとそれ。なんでやねん。なんでやねん。なんちょっとこうイントネーションどうですか。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。じゃあ2人でしょ。うまいです。うまいです。ずっとね、関西のお笑い番組見て勉強してるんですよ。それをまずコピーから始まるんですよ。人間ってあの芸人は。じゃあ2人2人ともこのカメラに。はい、じゃあせーので、なんでやねんお願いします。せーの、なんでやねん。いい恥ずかしいな。分からんよね、これ携帯で撮ってるから分からんよ。こっち見らない。何人ぐらい結構見てる。358人。最後です。はい。続いて、次で最後の質問でございます。はい。佐竹さんの好きなところは。あれ。一応ね、なくてもちょっといけるんだ。いいね。全然浮かばんやん。浮かばんやけど。はい。で、なんて表現していいか分からん。え？あ、でもそういう。先輩？いい先輩？そんな先輩らしいことしてないよ。でも、なんか友達感覚で接していける。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐竹さん、まあ、徳田君ね、食事もね、そんなに行かないけどね、はい、まあインタビューぐらいしかないですけど、はい、そんな壁広めちゃくちゃ面白い人です。目をすっごい、はい。絶対思ってないけど、でも気持ちいい。それはありがとうございます、本当に。まあでもね、本当こうやって一緒にロケさせてもらうのが僕も幸せなんでね。ということで、もう絶対最後にこれは忘れちゃダメですね。ということで、お二人から、最後番組の告知をよろしくお願いいたします。はい、こちらね、2020年オリンピックイヤー、そう1月2日木曜日、うん、午後1時半、はい、なにわ、うん、カープ男子旅、やっぱ地元がすっげーね。おでしょ、スペシャル、はい。置いてください。1月2日でございます。ということで、また、明日もありますんで、楽しみたいと思います。大阪、さよなら。